皆さんごきげんよう。今日はですね、ブレイキングダウン9で、覚醒した超12日2の対談です。お願いします。お願いします。お願いします。いや、すごいね。はい、強くなったね。びっくりしたよ。いや、本当ですか。世の中の男たちみんなびっくりしてるよ。もうだって俺がさ、そのいろいろ会食とかした中の、はい、なんか経営者の人とか、はい、まあ知り合いの人とかマジでビビってるよ、みんな。12人強くなりすぎでしょみたいな、はい。まあ、コメント欄もでもね、うん、大絶賛、恐怖すら感じてるやついましたから。そうなんですか。どうしたの急に。いや、毎日練習してたの。毎日、まあ、毎日っていうか、まあ、収録ぐらいで、うん、あの練習してて、おでんの時は一応勝ったんですけど、はいはいはい、まあ、全然なんかまだまだなと思って、はいはい、で小宮さんと試合決まった時にやっぱ恐怖を感じて、うん、恐怖、あ、いや小宮さんめちゃめちゃ強いイメージがあったんで、うん、日韓戦とかで勝った、このまま練習しないでいったら絶対負けるっていうのは思ってて、うん、まあめちゃめちゃ練習しました、ね、普通に。自信がすごかったもんね、もう初っ端からね、はい、うん、左フックとかめちゃめちゃ軽く打ってるような感じなのに普通にあいつ失神したもん、ポーンって。あれ、怪我は大丈夫ですか今。怪我、怪我っていうか心の傷の方がでかいんじゃない。心の傷がでかいよ、マジで。ひどかったよ。そうそう、何言ってもそうだねしか返ってこないから、うん、もうがっかりしたよ、うん、だいぶ、うん、まあでも、なんかさ10人2期が強いからしょうがないっていう感じになっちゃってるから、そういった意味でも10人2期の評価がただ上がっただけの試合というか、あいつが別に落ちたわけじゃなくて、うん、12人2期ビールが大好きだということでね、はい、ビール作ったりしないの授業で。あ、もう今動いてますね。あ、作ったか、はい、おめでとう。ありがとうございます。腕太いもんの普通に肉より太いんじゃない。いや、そうですね。全然いいよね。体重何キロ？84ですね。で、身長俺で締めたもんね、確か。178とかですね。ウェルター級レベルとかからしてから、うん、まあ、ライト級のめちゃめちゃでかい人か、ウェルター級。草間マリがさ、その12日にドーピング検査してくださいみたいな、これ今、格闘技界の一連の流れで、うん、強くなりすぎたあまり来たんだけど、マジ面白いのが、12日がドーピングしてても面白いし、してなくても面白いんだよ。どっちに転んでも。全くしてないですね。てか、ドーピングは何なのかも分かんないですけど、してたらめっちゃ重いよ、もらうけどね、もうしてた方が面白い。翔太に勝つためにドーピング。そうまたチャージがスパーリングでもしてるだろうと。ああ、したいですね、ぜひ。どんぐらい近づいたか。そうっすね、まあ、背ける癖はもうなくなったんで、そのパンチを。本当かな。はい、俺レベルの人スパーリングしてる。いや、1回か2回、その滝沢さんとかやったぐらいですけど、まあ、全然。その時は決まった。いや、その時は背向けたんです。じゃあ、俺ね、背向けた。想像できるもん、12回、こうやってなるから。目に入るのは怖いでしょ、格闘技って。目に入るのがやっぱ怖いっすね。やっぱ、眼科でやってることあるんで。だから、こういうさ、はい、剣道みたいなフェイスガードみたいなのあるじゃん。はい、あれをつけて、まあ、振動自体は来るから痛いけど、はい、ゲーム感覚でこうスパーリングしてきたら慣れてくるから、慣れてきたら別にガードっても全然見えるみたいな、はい、俺たちレベルでもまだ目つぶることあるからね、うん、こうずっと背け続けることないけどさ、一瞬わって目つぶっちゃったりとかガード下げたりとかするから、それは課題でしたね、うん、おでん番は、うん、はい、まあ言うてね、うん、言うて結構もう相当強いなんかトップ層の人みたいな立ち回りしてきてるけど、はい、まだまだ弱いからね。いや、でもぶっちゃけ分からないの。でもすぐ終わっちゃったじゃん今回。ぶっちゃけ見たい、また次誰とやりたいとかある？一応次はガードマン、うん、え？一応なんか素人言ってるやん。 8.5 の時に小宮さんと試合決まる前になんか、うん、ガードマンとやらないかって来たんで。ガードマンが出ないでしょ。ですよね。うん、でもなんか一応日健くんとリベンジしてほしいっていうのはあるんですけど、うん、そのまだ正直勝てない。勝てないっす
最初しっかりしてるな、はい、しっかりしてるんだよ、アスリートなんだよ。俺は一番いいマッチメーカーあるよ、正直これは一番売れるっていうのあるし、これはもうこの動画で言ってちょっとオファーします。12ニキ VS 溝口さん、うわー確かにおもろいわこれ。記念すべき10、10回目のメモリアル大会なんですよ。で、喧嘩場あります。まあ試合ちらほら 1,2 試合もすごいの決まってます。でそこに溝口 VS 12ニキ、うわーこれしかもね、これめちゃめちゃ勝負のあると思ってて、溝口さんでさ、そのパンチングマシンとか排気筋力で見ても、こうなんかポテンシャル、才能の塊じゃない。対努力で強くなってきたら10人2期で、努力対才能の戦い。溝口さんは練習してないから。あ、してないですか。うん、してないですよ。マジですか。結構ガタイっすよね、溝口さん。でも体重は12キロの方が重いよ。あ、俺の方が重いの方がいいんですか。逃げられないように追っときなよ。いや、ちょっと溝口さんは責任回しといて。溝口さん、次の相手あんたでもいいよ。いや、絶対怒られる。もうちょっと、もうちょっと、まあ、前回俺あの特攻隊長やっちゃったんで逃げないですから、溝口さん。うん、多分逃げると思うな。ですから、まあ記念すべき10回大会は溝口さんの誕生日みたいなんで。誕生日ね。はい、俺が気持ちよくさせてあげる。気持ちよくさせてあげるんで。はい、あの俺の左フックで誕生日祝ってあげます。決定したね。これはこれもこれはもう逃げられない。逃げられない。でも溝口さんはもう経営者だし、今までいろんなさ逆境を乗り越えてきたじゃん。あの人って別に家庭環境でももともと良くなかったみたいで、そういう状態からこうのし上がってきた人だから、こういう誕生日だからこそ自分でこう追い込んで試合を組んで、自分でちゃんと12人2期を倒して最高の誕生日にすると思うよ。さすが溝口さん。すごい、これは決まりましたね、完全に。もうね、見たい人多分多いと思うんですよ、この試合を見たいっていうコメントにいいねが1000件以上ついたらもう決定です。はい、よろしくお願いします。だって1000人以上が見たかったらもう見たいでしょ。それは、そうですね。まあ、でもこれ本当に面白いカードが組まれましたね、ドーンと。いや嬉しい。まだ溝口さんの返事がつけない。決まりですよ。決まりです。間違いない。これは今回はちょっとブレイキングダウン32試合やったじゃん。なんていうのかな、全体的にまあ客観的に見てて、自分でまあボブサップ、ジェロム・レバンナ、意外に今の若い子知らない人多くて、でメインにしたはいいんだけど、そこまで注目だったかな。あとはそのヨーロッパ対抗戦 の, そのヨーロッパ側の 人物にこうフォーカス してなさすぎて、結局強そうなやつらとはやるんだけど誰だっけみたいな。まああとは意外に所沢のハイソンとかの方が注目度高かったので、まあ、次はね25試合ぐらいにしてもっと一つ一つ濃くした方がいいんじゃないかっていうのを思うんで、次の10回大会はめちゃくちゃ豪華にはするんだけど、こういう溝口さん VS12 人2期みたいな濃いカードばっかりを組む、ちゃんとストーリー性がある、多分今までで一番盛り上がるかなと。いやー楽しみですね、溝口さんか。いやちゃんと練習しないとダメですよ、また。でも練習相手しないでやつでしょ、ぶっちゃけ勝てるでしょ。まあ良いっすね、さすがに。はい、あんだけ強いって言われてるさ。うん、溝口さん負け物って言われてるじゃん、もうブレイキングダウンの視聴者からと。12人どっちが強いのめちゃめちゃ興味あると思うけどね、今こうして強くなった12人と、うん、これは結構楽しみですよ。え、ミクルさんは、うん、その選手としては出ないんですか、ブレイキングが。ブレイキングが何、はい、まあ相手がいれば、いなくないの現在俺とやれる人って。確かに、12人がね、いつかこのまま強くなって最後俺と戦うみたいな。その世界線あるんですよね。まあ、ここありますよね。それはブレイキングダウン100ぐらいいかないと多分。まあだから一旦ブレイキングダウンは、まあ、いい相手が見つかったらいいかもしれないけど、西谷君に治られてたよ。ああ昨日飲んだから、あ詰めといたよ。何勝てるって言ったの。勝てる可能性はあるかもしれませんよねみたいなところを甲斐がカットしたらしい、本人よく知らんけど。
まあ、西谷はそういう男だからね、あいつ。まあでも、あれがいいキャラだよ。まあね、あれ、素だからね、皆さん。昨日も酔ってめちゃめちゃ失礼なやつだよ、ね、こいつとか俺に言ってくるから、ね、いや、こいつとかお前とか言ってくるからね。あいつちょっと顔面の骨もう一回折っとかんない。いやでも12人2期がやっぱ一番数字持ってるのは人前だと思う。天狗の動説見てもさ、だって1番が12人2期対 DJ 社長でしょ、で2位が米男12人でしょ、あれも37人ぐらいだよね。はい、37万人同時視聴で化け物だからね、普通にすごいですね。雷神の同説超えたんですね、確か。で、より超えてるし、そもそも東京ドームの満員のさ、ライブとか行ったことある？コンサート。いや、ないです。ワンオクロックとかさ、はい、行ったことあるんだけど、すごい歓声よ、5万人で、うん、7倍の人が12人来て米王の試合を見て笑ってるんだよ。だから日本中に笑いを届けてるんだ。知名度やばいでしょ、今。今、そうですね、やっぱめちゃめちゃ声かけられますね、祭りとか、やっぱ渋谷とか。え、どう、女の子にはモテるの？ひげ剃ってから、モテるようになる。清潔感で強くなる。そうですね。お、うまそう、カルパッチョだって。いただきます。ます今、東京住んでるの？今、そうですね、東京に住んでます。ついて。どのぐらい稼いでるの月？わお。いや、月？年収？全然、年収というか、まあ、はい。うわ、牡蠣うまそう。西谷君も昨日言ってたんだけど、パンツスポンサーで、雷神の4桁いってるらしい。普通の雷神とかの選手全員超えてると思うよ。だから西谷君？西谷君。1試合で。あ、1試合で？そう。すごい。4桁で1000万超えてる。ああ、すげえ。ブレイキングダウンの選手、俺話聞いてると、雷神の選手のほとんどの選手が稼いでる一瞬で。これは怒るわ、この格闘家。まあ宣伝ってさ、スポンサーって宣伝効果があるから持ってるわけじゃん。ブレイキングダウンが一番その視聴率だからしょうがないよ、しょうがないよ。うん、確かに。え、カキ嫌い？いや、好きです。食べて食べて。いただきます。生ガキです。当たらないことを祈る。うん、うまっ。これうまい。格闘技が稼げるこう職業になってきてるのが嬉しいよ、俺は。もっとさ、すごい努力してた人たちがさ、全然お金もらえない時代があったからね。うまいね、これ。マジで。食べたかったらもっと頼んでいいよ、これ。あ、ありがとうございます。いや、12人2期が東京にあったら、また飲もうよ、じゃん。いや、お願いします。どんぐらい持ってるのかちょっと見てみたいな。まさか12人2期がこんな強くなるなんてな。確かに。12人2期って何から出てるんだっけ？ブレイキングダウン4。あ、もう一番最初のオーディションの、コメオと同じ時期のスターだからね。あの時さ、うん、あの映像もう一回出してほしいんだけどさ。ミクルサインほどではないですけど、まあ、普通に1対10で。相手が全員武器持ってて、一人残らずボコボコにして、最強じゃん。え、何人をって言いました？え、何人をって言いました？はい、1対10で。1対10で全員ボコボコにした、武器を持った相手。いや、出てもらいたいっすね。本当っすか、それ？あ、ガチっすね。まあ、4年前とかの話ですけど。へぇ、10対1の経過で勝ちました。海外いっぱい出てるよ、うん、マジで。本当なら僕でみたいな。あの時の顔の嘘感やばかったもんね。ああ、いや、もうそういう風に言い聞かせすぎて本当に思ってきたんだよ。いや、本当なんですよ。あ、実際に仙台だっけ？あ、仙台です。うん、本当なんだったら俺仙台の金立ち番だけは絶対集めないわ、弱すぎるから。東京のどの辺住んだよ？一人暮らし？いや、友達と。あ、まだどうせ。いや、違います。彼女いるの？いないです。お前、そうなの？いいとこだね。いや、おかげさまで。家賃高いの？20とかですか。おー、結構いいの。ずつ払ってシェアしたの？そんな感じですか。じゃあ、収録練習して。試合終わったら練習は休む？いや、続けてました。はい、
じゃあ、なんか1日のルーティン的には、仕事があれば、日中どこ行ったりして、基本的に夜は安定しよう。そうですね、夜とか。体力がないんで。まあね、1分だったら関係ないけどね。ああ、制限ラウンドはちょっと、できないですけど。でも、まあ、3分何ラウンドとかできるようになったら1分も強くなるし、全力できるから。前回引退しなくてよかったね。引退しようと思ってた中でさ、こんな素晴らしい展開を持ってるなんて思わなかったでしょ。いや、僕もびっくりしました。努力がいつ実るか本当に分かんないからね。意外にめちゃくちゃ努力しても全く実らない時もあればさ、変な形でポッてなんか意外に強くなってたみたいな。収録で練習し始めたのっていつぐらいからの？12月ですね、去年の。去年の12月、じゃあまだ1年経ってない。去年の12月とか1月ぐらいですか、その電線も。それがさ、はい、溝口さんがなんか変な言い訳してさ、出ないってなった時にさ、はい、吉田君とかに勝てるじゃん。強いですよね。吉田君は本当に一切練習しないからね。あ、でも、めっちゃ硬いっすよね、なんか、うん。ウェイトトレーニングやってる最近。対喧嘩自慢で無敗だからね。俺の喧嘩自慢でもそうだし、ブレイキングダウンも全勝してるし、もうポテンシャルエグいよね。確か。だったら溝口さんの方が。だったら溝口さんの方がいいです。吉田君は強敵だと認定してるから。はい、まあでも、合ってると思うよ。吉田君結構強いからね、メイン。目がいい、吉田君、本当に。溝口さん、ここまで言って出ない可能性じゃあるっちゃうのか。いや、それはないと思うよ。絶対この動画で知ることになる。もう知ることになる。あの人はね、お道具あるからね、ちゃんと。ああ、分かった分かったって嫌そうな感じで言いながら、ささって出てやると思うよ。どんな反応するか見たいな。普通に見た時の。マジでここなんか渋谷の、あれここ何ていうとこでしたっけ、東急フクラス、渋谷のど真ん中に近いらへんのビルの18階らしい。で、俺ここで12人とおしゃれに食ってたんです。いや、嬉しいですね。12人って何歳だっけ。僕は24ですね、今。老けすぎでしょ。あ、24なの。今24で25の歳です。若っ。だからポテンシャルはあるよな。もう24歳ってことはどんどん強くなる。まあ確かに全然同じ年ぐらいかと思ってた。ああ、いや、全然。はい、ちょっと話しました。うん、うまっ。食べ料理行こう。1個乗っていいじゃん。食べていい。うん、うまっ。ブレイキングダウンの選手で個人的に仲いい人は誰？日健くん？日健くんとか仲いいとか、まあよく飲んでたら歳三さんとか、うん、醤油さんとか。ああ、醤油見てね、懐かしい。ブレイキングダウンのスター選手に気になることは何があるかな。まあでも収入面、収入面どんだけ持てるか。うん、もう女の子バンバン来る。ああ、うん、まあ最近、はい、DM が来るぐらいですか、ね、そういうことは実際合う？合う、合ってるね。いや、合う。かもしれないですね。まあでもファンだからって別に一人の人間ですからね、全然あれだと思う。彼女もいらないな、いい人がいるけど。いや、いらないっすね、まだ夢を叶えてから。夢っていうか、まあ、なんか自分のやりたいことをに時間を。どういうこと？結婚するってこと考えてるの、付き合うときは。結婚がまだっていうのに近い感じは思う。まあ近いですね、はい。僕はやっぱメンヘラなんで。メンヘラなの？メンヘラですね。めちゃめちゃ、はい。そうなんで。ヘラっちゃうんだ。はい。あえてと。そうなんですよ。もうじゃあその彼女だけってなっちゃうんだ。はい。なので、もう集中できなくなっちゃう。ああ、なるほど。俺の方のやつで撮ってもいいですか？あ、全然。どういうあれを取るのか分からない。あ、普通に相談みたいな。あ、じゃあ、はい、
まあ、結構いろいろ話聞けたんで、はい、むしろもうこれ以上聞くことないんでもう一回溝口さんの煽り欲しいですけど、ちょっと弱かったんで、確かにさっき最後に溝口さんにだけ一言言ってもらってそれで締めようか。はい、溝口、ユージ、俺が勝ったらロレックス買ってください。あ、ちょっと、もう一回ですか溝口、ユージ、俺が勝ったらアルファード買ってくれ。ちゃんと練習しろよ。じゃあということでね、続きは12日から俺に相談があるみたいなんで、そちら概要欄に貼っておくので、まあ、気になる方だけ見に来ます。はい、ぜひ。じゃあ、天頑張ってください。頑張ります。はい。